初代、花柳住隅2月11日から1947年2月8日は、日本舞踊家。新舞踊運動を起こした舞踊家の一人である。本名は、大橋勇。岐阜県に、諏訪正太郎と芸者の諸子として生まれ、名古屋の大橋家の幼女となる。4歳から、西川流で舞踊を学び、1910年に、上京して、 当時、下流流の家元の座を預かっていた、花柳徳太郎に入門した。その翌年には、小っ子の名で、新橋の竹の家で、数木として座敷に出るようになった。小っ子は、美貌の数木として知られて、新橋数木七人娘の一人と称された。二代、花柳木樹介が家元に着いた後は、樹介の指導を受け、1918年には、名取りを許され、 花柳久志さを名乗る。朝吹木杉吉をパトロンとし、幼い香る六代目、小野菊五郎、阿修建栄霊、三代目、市川佐団寺の指導を受け、下流舞踊研究会で頭角を表した。関東大震災後、舞踊家として立つために、奇跡を抜け、1925年に花柳住を襲名する。住という名前は、 下流流にとって由緒あるものとして伝わっていたが、ジュスケはあえて、ことぶきイムを、初代住ミとした。また、翌1926年には、自らの舞踊研究会である、アケボの会を設立し、他の女性舞踊家とともに新舞踊運動を展開した。舞踊曲として、オーケストラを導入したり、これまでにない衣装を身につけて、壮大華麗な舞台を見せるとともに、 お山舞踊ではない独自の女性舞踊を追求した。隅が振り付けを行い発表した作品は、多数ううあり、代表作としては、火炎のおな吉田五天、お菊山、花火、三枚絵、薬も出雲の奥に、雪の譜などが挙げられる。また、隅は化粧品の広告に起用されたり、日本画家山川周法の絵のモデルを務めるなどして、舞踊以外でも注目を集めた。 1947年2月8日、地下鉄の車内で脳一血を起こして急世した。国別式は築地本願寺で営まれた。没後、隅の名は幼女の大橋鈴子が2代目を、その長女万寿子が3代目を継承した。また、国枝漢字は彼女を主役とした小説、東京一大女を東京新聞に連載し、1951年には、 上演一大女の題名で映画化された。主演の墨役は宝塚歌劇団の春日野の八千代が務めている。ありがとうございます。